皆さんこんにちは。今回の動画はメキシコ旅行のパート3で、メキシコシティでの2泊3日の様子をお届けします。スペイン語ができなくてなかなか思い通りにはいかなかった旅なんですけれども、美味しいタコスも食べ比べできて、行きたかった観光スポットも行けて大満足でした。ぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。メキシコシティの空港に到着。ちょっと前後しますが、荷物受け取る場所らへんにタクシーチケットの売り場があったので、ここでタクシーのチケット買いました。買った時に一番出口にタクシー乗り場があるっていう風に言われたので、そこに向かいます。で、あのおじちゃんにタクシーのチケットを渡すとタクシーに乗せてくれます。今回ホテルはレフォルマ地区っていうところに取ったので、セントロ付近に取られる方はもう少し安いと思います。渋滞もそこまでなく無事に到着、よかった。ここのホテルはセントロからは少し離れるんですが、レフォルマ地区っていうところにある四つ星ホテルを取りました。お部屋は全体的に綺麗で、お水をもらえたのも嬉しいです。大きめの棚もあって、クローゼットもまあまあ広々してます。金庫もあります。メキシコシティのホテル結構安くて、ここも1泊1万円ぐらいでした。ただちょっとシャワーの水圧が小雨ぐらいのレベルだったけど、あったかいお湯は出たので許す。シャンプーやボディーローション、あと綿棒とかもついてたのでありがたいです。近くに有名なメキシコ料理屋さんがあるみたいなので行ってみます。来ました。ファミレスみたいな雰囲気で何でもありそうです。注文は紙に書いて渡すタイプ、 Google 翻訳を駆使してなんとかやりました。デザートで頼んだプリンが一番最初に来ちゃったんだけど、これめっちゃ美味しいです。メキシコ名物のスープポソレ、具材を選べたので豚肉を選びました。お野菜もたくさん入っててボリューミー、これにトルティーヤをつけて食べるのが通らしいです。これはケサディーヤ、美味しかったんですがちょっと重たかったので、揚げてないやつを選んだ方がいいかと思います。こちらは牛肉のタコス、この旅で初タコスでした。美味しかったです。タコスにはこれらのソースをかけて食べるんですが、緑が特に辛かったです。最初に来た甘いプリンと一緒に食べながらなんとかいけました。軽めに済まそうと思ってたけど、結構がっつり食べてお腹いっぱいです。こちらは1910年に完成したスペインからの独立を祝した記念碑です。背景には外資系ホテルや高層ビルが立ち並んでいて、日本でいう丸の内みたいなエリアらしいです。ここ自体が大きなラウンドアバウトになっていて、この時にメキシコにも2階建てバスが走っていることを知って、とってもテンション上がりました。では今日はここでおやすみなさい。おはようございます。メキシコシティの観光は体調次第って思ってたんですが、予想以上に良いのでテオティワカン遺跡に行こうと思います。で、メトロバスに乗るんですが、メトロカードが買えなくて困ってたら、近くにいたおじちゃんが2人の分も改札にタッチして助けてくれました。で、ここで簡単にお話ししますと、メキシコシティの移動にはこのメトロカードを最初に買っておくことをおすすめします。これは地下鉄の駅の券売機や窓口で買うことができるんですが、メトロバスの駅の券売機はチャージ専用のものがほとんどなのでお気をつけください。そして駅にあるチャージ用の機械にお金を入れてチャージができます。複数人いる時でもカードは1枚だけ買えば通ることができます。こういう感じで後ろの人に手渡しをする感じ。そしてメキシコシティでは Google マップの経路検索が使えます。こういう風に青とか黄緑とか赤のマークでメトロバスやバスの乗り換えも表示してくれます。で、 Google マップに出てくるマークの意味はこんな感じで分かれてます。さっきのメトロカードはこれらの乗り物に使えるので便利です。私たちが今回の旅で利用したバスやメトロの値段はこんな感じです。安いですよね。というわけで、優しいおじちゃんのおかげで私たちはなんとかメトロバスで向かってます。
で、ここでメトロに乗り換えます。で、ここのメトロの駅でメトロカードを買おうとしたんですが、うまく伝わらなくて1回券を買ってしまいました。まあいっか。このメトロの駅は綺麗で広々としてます。ようやく北バスターミナルに到着しました。このバスターミナルは案内板とかも特になくってとっても広いので、なかなかバス会社を見つけれませんでした。で、他のバス会社のお姉さんに聞いてやっと見つけました。一番左端にあります。で、バスのチケットは行きの分しか買えなくて、帰りはバスの運転手さんから買ってねとのことでした。バスは若干年季入ってるけど冷房もついてます。で、ぼーっと外を見てたらロープウェイが見えてきて、なんだろうって思ってたんですが、このよく見てみたら山の上までびっしりお家があって、で、山の上にもロープウェイが通ってたりしてるので、この上に住んでる方の生活の足になってるって考えると感慨深いです。テオティワカンの街に入りました。メキシコこういう文字のやつ好きやね。途中何か所かバス停に止まったりして思ったより時間かかったんですが、テオティワカン遺跡の目の前に到着しました。入ります。木の形のサボテンがある。ここでチケットを見せて中に入るんですが、この先のお店にはお水を売ってなかったので、この前までにお水を買っておくことをおすすめします。入り口入って真正面にあるのがこちらの太陽のピラミッド。そしてこの太陽のピラミッドと向こうに見えている月のピラミッドをつないでいるこの道は死者の大通りというそうです。この太陽のピラミッドは高さが65メーターあって、エジプトのピラミッドに次いで世界3番目に大きいそうです。ピラミッドの頂上までは248段階段があるそうで、昔は登れたそうなんですが今はできないそうです。ピラミッドの表面に岩みたいなポツポツしたものがあって気になります。てか階段これ登るってめっちゃ怖いよね。ここの死者の大通りの両側には神殿の跡のようなものがたくさん残ってます。この道が特に日陰がなくって結構しんどいです。ピューマが描かれた壁画も残っています。こちらが月のピラミッド。月のピラミッドでは重要な宗教の儀式が執り行われていたそうで、儀式の参加者はこの神殿に囲まれた広場に集まっていたそうです。高さは46メーターで太陽のピラミッドと比べると少し小さいです。そしてすぐそばには祭事に携わっていた神官の住居の跡も見ることができます。ティオティワカンはかつて20万人ほどが住んでいたと言われる大きな宗教都市で、ティオティワカン文明が滅亡した後にアステカ人によってこれらの遺跡が発掘されて、神々の集う場所という意味のティオティワカンと名付けられたそうです。なのでとっても神聖な場所ということと、また文字を持たない文明だったそうなので未だ謎に包まれていることも多いそうです。で、この住居跡の横に出口があって、お手洗いやお土産屋さんなども連なってます。で、出口を抜けて駐車場も抜けていくと大きな通りに出ます。この辺でフルーツを売ってたのでパイナップルを買いました。駅帰ります。で、帰りのバスもこのフルーツ屋さんの向かいぐらいから乗れます。帰りのバスはエアコンが壊れてて瀕死でした。ヘトヘトです。帰ってきました。ここでようやく窓口でメトロカード買えました。で、地下鉄も昼間は快適だなって思って乗ってたら、
乗り換え先の駅がもうやばくって、東京の満員電車を思い出しました。メキシコシティの中心部に戻ってきました。今からお昼ご飯を食べに行きたいと思います。さて、何を食べに行くでしょうか。正解はすき家です。ロンドンにはすき家はなくて、けど私はずっと牛丼が食べたくて、夫にもメキシコシティですき家行きたいっていうのを散々言い続けてたので来ました。すき家なのにラーメンとか置いてるあたりもおもろいけど、ここはトラディショナルで行こうと思います。唐揚げセットというのが安かったのでそれにしました。セットにはお味噌汁と生姜が効いた美味しい唐揚げと麦茶、そして夫はチーズ牛丼、ちょっと重めらしいです。味は本当に元祖の牛丼で、お肉が薄くて柔らかくて美味しかったです。これはロンドンには真似できないな。ではアラメダ公園の横を通っていきます。この紫の綺麗な花はハカランダっていう春を象徴するお花らしいです。これはメキシコの政治家ベニート・ファレスさんの記念碑らしいです。なんとメキシコシティにも中華街がありました。目の前の高いビルはラテンアメリカタワーといって、景色がいいらしいので、また明日時間があったら来ようと思います。日本で見なくなったサークル系とここで出会えるとは。この今歩いてるマデロ通りっていうのは、さっきのラテンアメリカタワーの横からソカロ広場までずっと続いてる歩行者天国の道で、両側にもいろんなお店やこういう歴史的な建造物もいくつかあります。こんなところにリッツが。この辺のセントロ周辺も人がすごく多いので、スリには気をつけた方がいいと思いますが、そんなに歩いてて怖い感じとかはしません。ここが歴史地区の中央広場であるソカロ広場。ここはアステカ時代から集会所として使われてて、今も国家の祝祭や抗議運動でも使われているそうです。メキシコの国旗ってなんかかっこいいねんな。ソカロ広場といえば007のオープニング、ジェームズ・ボンドが走ってた建物の上はどこなんだろう、分かんなかった。隣には立派なメトロポリタン大聖堂、中は無料で入れるそうなので入ってみようと思います。メトロポリタン大聖堂は1500年代に建設が始まってから完成まで300年近くを要した建築物です。そしてゴシック、ルネサンス、バロック、新古典主義などいろんな様式が混在しているそうです。またこの大聖堂があったアステカ帝国は昔湖の上で栄えた都市だったそうで、地盤が弱く現在も地盤沈下の危機に瀕しているそうです。建物の中を歩いているだけでもどっち向きに傾いているっていうのが明らかにわかるぐらい傾いているので、メキシコは地震が発生する国なので心配です。で、ちょっと2人とも頭がクラクラして疲れてきたので一旦ホテルに帰って休憩します。ちょっと寝て回復したので夜はタコスを食べに来ました。ここはお肉がとっても美味しいらしいです。事前に Google マップに載ってたメニュー表で予習はしてきてたんですが、英語のメニューがもらえたのはありがたかったです。なので観光客向けなのかな、ちょっとお高めではあります。どこの部位かわからないけどガオナっていうのと、リブのコスティーラと、牛の細切りっていう意味のビスティックとチーズのせを頼みました。個人的にはコスティーラが一番美味しかった気がします。ソースは全部辛かったです。ここに来てようやくお酒デビューしました。黒ビール飲みやすかったです。で、このワカモレがパクチーが入っててすっごく美味しかったです。メキシコはお肉が本当に美味しいです。エナジーチャージできました。今日は疲れたので早めに寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日は夜の便でカンクンに戻るので夕方まで観光します。
ホテルがあるレフォルマ地区は道も綺麗でお店もたくさんあってよかったです。サークル K は割と頻繁に存在してくれていて、ちょっと中を見てみると、中身は日本の感じは全くなくって、メキシコのものばかり置いてます。でもこの辺の飲み物とか電子レンジはコンビニっぽいですね。ホテルの近くにもまたすき家があったわけど、今から行くのはチュロス屋さんです。内装はなんかポルトガルのエッグタルト屋さんみたいな可愛らしい感じがします。で、2階席もあって広々してて、バルコニー席みたいなのもある。スペイン語がうまく話せなくて注文通りには来なかったんだけど、人生で食べたチュロスの中で一番美味しかった説があります。このお店はセントロにも店舗があるらしいので、ぜひ。ここの通りはスイスのジュネーブ通りらしいわ。セブン入れもメキシコはコンビニ文化ですね。メトロバスに乗って人類学博物館に向かいます。ロンドンみたいに2階建てバスになってて、ここから登れます。あと、それぞれの駅に絵柄が決められていて、これならスペイン語がわからなくても安心ですね。人類学博物館は大きな公園の中にあって、いろんな博物館も点在してます。到着しました。世界最大級の考古学的コレクションを収める博物館、国立人類学博物館です。オーディオガイドは特になくって、ガイドのツアーが火曜日から土曜日の朝10時半から行われるそうです。私たちは個人で気ままに回ろうと思います。展示はほぼスペイン語なので、逆にさらっと見て回れると思います。内容は考古学、人類学、民族学に関するテーマの展示品が集められていて、私大学で人類学系のことを専攻してたので、こういう昔の文明とか文化がどうやって混じり合って衰退していって新しいものができたのかとか面白かったです。古代のアステカ文明やマヤ文明の神殿や遺跡の模型なども置いてあって、見どころたっぷりでした。高校生の時、カタカナの人の名前が覚えられないっていう理由で世界史を専攻しなかったことを後悔してます。それにしてもこの辺は道路も綺麗ですね。中心部に向かいます。これ最初気づかず乗っちゃってたんですが、このピンクのエリアは女性専用エリアみたいです。お気をつけて。でさ、さっきもあったんですが、ここはパリっていう地名になってて、ここもアテネとかベルサイユっていう標識があったりして、これはメキシコシティの計画的な都市開発に由来してるそうで、通りや地名に海外の都市の名前をつけることで、そのエリアに独自性を持たせたり国際的な雰囲気を出すためらしいです。で、この駐車場を囲うようにあるシウダデラ市場に到着しました。カメラ NG なお店が多かったのであんまり撮れてないんですが、ここはお値段が定価で売られていることがほとんどなので、値段交渉をせずに比較的安いお値段でお土産を買うことができます。メキシコらしいカラフルな雑貨や絵だったり食器とか、本当にいろんなものが売っていて、店員さんもそんなにガツガツ客引きしてくる感じではないので、割とゆったり見ることができます。私たちも買いたかったメキシコシティのプレートと、あとルチャリブレのマスクも買うことができて大満足でした。そしてお昼ご飯に向かってるんですが、この通りは謎に水回り品を売ってるお店が多くて、便座とかいっぱい売ってて面白いです。 Google マップで評価が高かったタコス屋さんに入ってみました。ここはソースがそこまで辛くなかったのがありがたかったです。で、水曜日と金曜日限定らしいこのスワデロっていうのを頼みました。牛肉のお腹から足の間の部位の煮込みらしくて、これベストオブタコスでした。玉ねぎとパクチーが乗ってて、そこにワカモレもトッピングします。こちらはカンペチャーノ、普通のお肉の他にチョリソーが入ってて、上に豚肉の皮のパリパリが乗ってて、これはこれで美味しかったです。
肉肉しくてすごくボリューミーでした。お腹いっぱいで、昨日登れなかったこちらのアメリカタワーに登ろうと思います。チケット結構値上がりしてたっぽい。こちら地上44階のビルで、下の階にはカフェやバーなどもあります。これが44階の展望台からの景色です。こっち側はおそらく北側で、テオティワカンを行った方面もあっちかなと思います。山が多いです。こちらは西側、手前に見えているのがアラメダ公園で、奥に見えている高層ビル群の近くに私たちのホテルがあるのかな。こちらは南、こうやって見ると大気汚染なのか結構もやがかかってますね。で、最後は東、昨日行ったソカロ広場も見ることができます。こうやって見ると人がたくさんですが、広場が広いのであんまりゴミゴミした感じはないですね。で、2つ下の42階には窓ガラス付きの展望台もあります。ガラス越しでも十分綺麗に見えます。さあ、そろそろホテルに戻ります。あとね、メキシコは地面がデコボコだったり穴が開いてるところも多いから気をつけてね。でね、ホテルまでこの Google マップに出てきた紫のバスに乗ったんだけど、難易度高すぎて運転手さんに行き先を伝えたはずがうまく伝わってなくて、結論から言うと途中で降ろされました。でもこれは私が悪くて、運転手さんはただ親切心でここだよ降りなって教えてくれただけなんだけど通じなかった。で、無事に歩いてホテルに着いて Uber 呼んで空港向かってます。メキシコシティは英語が通じないから事前に Duolingo でスペイン語ちょっと勉強してきたんですが、全然足りなかったです。空港の中のセブン入れにはこういうスナックも売ってます。おにぎりもあったけど1個700円ぐらいする。こういうポテチ系やドリトスにもメキシコっぽいライム味とかチリ味とかいろいろあって面白かったです。帰りの飛行機も行きと同じくビバエアロブスに乗ってます。1時間半ほど遅延しました。ちなみに帰りは課金して夫と隣の席にしました。あっという間の2泊3日だったメキシコシティ、とっても刺激たっぷりで楽しかったです。それにしてもメキシコの首都やっぱり大都会ですね。夜景がとっても綺麗です。まあ無事にカンクンに帰れそうで何よりです。今回の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。次はラスト3日間のカンクンでの様子をお届けします。今回はオールインクルーシブホテルには泊まらず、パブリックビーチに行ったり、近くの島にフェリーで行ってのんびり過ごしたりといった感じです。長いメキシコ旅のラストスパート、チャンネル登録をしてお待ちいただけますと嬉しいです。では次回の動画もお楽しみに。